こんにちは、アムネコです。今回は、諫早多良見町シーサイド周辺の釣りです。なお、この一帯は長崎空港へ着陸する飛行機のアプローチルートになっていますが、国土交通省規定の高度を遵守して飛行しております。大村市溝六団地と東大川が見えます。河口一帯でシーバス、チヌが上がります。特にこちら側の護岸が良いようです。なお、現地で観察するとベイトがとても多く、それを追う70センチ以上の大型のシーバスが肉眼でも普通に確認できました。ただ全体的にシャローとなっており、根掛かりしやすいです。向こう岸は三浦海岸方面です。こちら側の海岸一帯ではチヌが上がります。戻って、多良見町シーサイド東側の河口です。陽気市でシーバス、チヌが上がります。川は小さいですが、シーバスの高ポイントです。またチヌもよく上がります。こちらもシャローとなっていますので、根掛かりには注意が必要です。こちらも現地で観察すると、ベイトがとても多く、それを追うシーバスやチヌが肉眼で確認できました。そのまま沖の方に目を向けると、大きなシャローエリアがあります。あくまでも私の主観ですが、トップでのチニングが良さそうに見えました。
劇場のように諫早の絡み、海津周辺一帯はシーバスとチヌに特化した有料ポイントと思います。長崎市中心部からはご覧のアクセスとなっております。次は東園地区です。ご視聴ありがとうございました。